新メンバーが加入しまーす。よいしょ。ですが、まあ、これはちょっとガチな話で申し訳ないんですけど、新メンバーが今ちょっとマカオに、まあ、仕事でいるみたいで、ちょっとま、ここには正直呼べなかったです。本当に申し訳ございません。ちょっと、目つぶってください。目つぶりました。つぶりましたね。いきますよ。3つ数えて目を覚ますと、今のこの画面の中に新メンバーが現れている。そう。あなたの目の前に新メンバーが見えている。3つ数えると必ずそうなる。1つ、2つ、3つ、アクセス。目開けてください。やっほー、新メンバーでーす。そんなテンションだったっけ？そんなテンション。やっほーみたいな、そんな話だったっけ？そうそうそう。しかもずーっと待ってた。ずーっと待ってたよ。何回も撮り直ししてるの。今日で新メンバー自己紹介。はい、どうも木下ゆあです。木のたんって呼んでください。よろしくお願いします。木のたん、木のたん。木のたんじゃないんだよ。なんで、キノタン。はい、どうぞ、呼んでください。キノタン、ありがとう。なんか俺、オタクみたいじゃん。でも、ちょっとそんな気はあるよね、ちょっとね。はい、もうちょい言って、木下ゆあです、キノタンって呼んでくださいって、なんか不思議な女子すぎない？そうかな。なんかもっとさ、うん、年齢とか性別とかね。性別はわかるでしょ。待って、もうそれ今の時代わからないじゃん、今の時代は。一応女です。はい、はい、で、年齢は、同い年、うん。そう、同い年ね。はい。で、もともとアイドルとかをやってきて、うん、で、今なんかちょっと催眠術で騙されてここに。騙してないから。騙してないから。騙されました。まあ、もともと学生時代ちょっとつながりがあって、うんうんうん、で、まあ、一緒に喋った感じもすごいやりやすかったから、ちょっと催眠術師の相方どうっていう謎のね。あれね、すごいなんか不審だったよ。すごいなんか急になんか催眠術どうみたいな、なんかいやナンパでもないし、なんなんこの LINE みたいな。ね、いやまあでもそれで、うん、いや、やってみたいって言ってくれたので、まあ、今回ね一緒にちょっとやるっていうことで、うん、いろんな経歴あるもんね。だってダンスめっちゃできる、でアイドルだから歌って踊れる、うん、しかもだってグラビアもやってたんでしょ。そう、ちょっとね、ちょっといろいろ出して頑張ってた。いろいろ出して。あ、そう。じゃあ調べたら出てくる。まあちょっとはね。おお。出てきます。皆さんググってみてください。はい。はい。で、今後の活動なんですけども、メインは TikTok で一緒にやっていこうと思います。まあ YouTube ではない理由なんですけども、もう本当に今コラボ依頼が殺到してて、自分の長尺の動画がなかなか編集する暇がないっていうのが正直なところです。プラス、もともとは、催眠術をいろんなところに広めたくて自分のチャンネルを開設しました。なので自分のチャンネルで同じ人に、いろんな催眠術をかけていくっていうよりは、今はいろんな人とコラボして、で、どん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 知名度を上げていく方に YouTube は専念したいなと思っているので、YouTube と TikTok をちょっと分けようかなって思っています。で、キノタンがかかっている、催眠術にかかっている姿っていうのは、まあ、TikTok に今後上げていきます。めちゃめちゃかかりやすい。なんかね、結構試しでも何回かやってもらったけど、やばかったね。やばかったね。うん、めっちゃかかりやすい。もう逸材、本当に。嬉しいんだ。逸材っていう言葉が嬉しい。あ、嬉しい、そういうことね。やってることは結構違うよ、そんな。まあ、キノタンが催眠術にかかってる姿っていうのはもう TikTok 上げていきますので、概要欄からぜひぜひフォローしてくださーい。はーい。だって時間も止まっちゃいますもんね。時間止まるよ。あの時意識はもうないんでしょ。うん、本当に時間止まってんの。うん、すごいよね。いや、あんたったがすごい。いや、すごいと思う、本当に。いや、すごい。いやいや、すごいよ。いや、でもあの体験できるのは本当に。いや、なんでやがられんの。なんでやがられんの。握手ぐらいいいじゃん。いいです。あ、そうなの。そうか。なんか意気込みは最後聞いとこうか。楽しむぞ。え、そんなバカキャラだったっけ。いや、急に言われてもなんだ。でも楽しい動画、TikTok とかね、作れたらいいなって思うので、皆さん、私がかかってる姿を見て、いっぱい笑ってください。なんか下手くそじゃん。下手くそなの、やだ、こういうの。コメントできない人らしいんで、はい、そんなコメントできない人から、逃げろ、じゃあね、逃げろ、逃げろー。そこじゃないで。ほんと一緒やってくるかな。